ばんは。こんばんは。こんばんは。山形公園から帰宅し、アンレームのリミスタから帰宅し、自宅でござります。イエーイ。そして大好きな夜ご飯を買ってきました。まあ食べないけど、見せるだけ見せてあげる。リミスタ楽しかった。やったー、あきさん、ありがとうございます。こんばんは、おかえり、ただいま。じゃじゃん。まあ、見せるだけ見せてあげましょう。ごめん、10分早めちゃった。早く帰ってこれたから。ごめんね。じゃあ、見せるだけ見せてあげましょう。きゃ、やばい、美味しそうすぎる。やばい、いい匂いする。どうしよう、ちょっと閉じようかな。食べたくなっちゃうから。あ、今日の18時に告知されたんですけど、バイキングライズというスマホゲームで19期 VS 18期でね、 VS で対決するので、皆さんぜひ無理のない程度にぜひ私と協力して一緒に優勝を目指してくれたら嬉しいです。よろしくお願いします。配信終わるまで我慢できます。うん、ちょっと怪しい、非常に怪しい。一旦見せるだけ見せるね、夜ご飯。こちらでございます、本日の夜ご飯。なんだと思う？あらーたんでございます。きゃー、やばくない？やばい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 。閉じる閉じる、ちょっと食べたくなっちゃうから動機が止まらない。美味しそうすぎて、うー、動機が止まらないよ。食べたいよ。もう匂いだけで白米いけそう。まあ、それちょっと嘘なんだけど、白米食べたら元も子もないんですけど。やばい、美味しそう、美味しそう、超美味しそう。タイムリミスト、お疲れ。リミストありがとうございました。すずかちゃんとマラータンを一緒にテイクアウトしてきました。美味しそうすぎてどうしよう。ひなちゃん、昨日の山形公園めっちゃ可愛かったよ。嬉しい、ありがとう、ありがとうございます。嬉しいでございます。昨日私山形千秋楽だったんですよ。寂しい。食べていいよ。辛くてさ、ひなちゃんさ、喋れなくなっちゃう。じゃあ、でも今日はちょっと本当に皆さんに申し訳ないんですけど、もうどうしてもマーラータンを早く食べたいから、15分か20分ぐらいに終わろうと思うんです。本当にちょっと私のご飯が食べたいがゆえに短くて本当に申し訳ないんですけど、すいません。どうしてもマーラータンが食べたい。本当にもうマーラータンを見た瞬間から恋したような動機が本当にしてしまうぐらい大好きなんですね、最近。もうマラタンって本当に素敵だなって思うんですよ。いや、恋かもしれない。美味しそう。今
今日のトッピングはキャベツ、空心菜、ほうれん草、湯葉とミニトマト、あとワンタン、イカ、ヤングコーン、このあさつまいも、ニラ。結構野菜多めでございます。野菜多めでございます。そう、いつもより野菜多いっしょ。最近野菜多めが美味しいんですね。ちょっとキクラゲは苦手でございます。じゃあ一旦これね、すごい親切なことにね、見て春雨と分かれてるんですよ。これこうやって一回移しますね、春雨を。どうやって移すのか。移してほぐす。あ、あとえのき入れてた、えのき。これを捨てる。いい感じで、お箸を開けるで、ほぐしてみる。やばいです。で、今日はね、あのチーパーマーラッタン行ってきたんですよ、テイクアウトでね。チーパーマーラッタンって太麺と細麺選べるんですよ、春雨で。最初は私太麺好きだったんですけど、この前食べた時に細麺が美味しすぎてですね。ていうか、なんかインスタでゆいゆいさんがマーラータンのなんか揚げてるの見たんですけど、ゆいゆいさんのトッピングなんか健康すぎません？私あれじゃ足りなくてさ、死んじゃうと思うんだけど。これ何、これイカか。健康的すぎて絶対私ダメだなと思った。あとキクラゲ食べれないから。これな、これほ、なんかでもほうれん草が空心菜か。あんまり見て、ほうれん草ビミ、しかも見てレンゲついてた、優しい。辛さは2です。見てください、美味しそう。あったかくて、しかも最近寒くなってきたじゃないですか。だからめっちゃ染みると思うんです、この季節、これからの季節。おすすめでございます。なんか私多分結構食べるんですよね、人より。どっちかっていうと、だからいっぱい食べちゃう。麺がまだほぐれない。イカ食べちゃおうかな、先に。トッピングのイカ。いただきます。あ、これは美味しいわ。ちなみにマーラータンって健康なので、あのユイチみたいに団子ばっか入れなければめっちゃ健康なので。今日リメスタで唯一の赤ちゃんエピソード聞かれてあんまり言えなかったんだけど、唯一は食べるの好きで、とにかく頼むものがお子ちゃまなの。春雨とカニ団子しか入れないの。美味しい春雨。そう、なんかそういう入れるものがお子ちゃまだなって思います。なんか自分の食べれるキャパをあんまり理解してないところがすごいお子ちゃまだなって思います。でもその癖してキクラゲ食べれるんだよね。お子ちゃまなのか大人なのか分からん。 あとヤングコーン、ヤングコーン言ったか。ユイチのなんか食べ好きなもの大人なんだか。あとなんかイカとかタコとか好き。昨日もご飯食べた時にイカゲソの唐揚げみたいなの食べてて、なんかおじさんみたい。そう、あとなんかセブンに売ってるタコブツ好きなんだけど、タコブツ、そう、めっちゃいつも食べてる。
キクラゲおこちゃま関係なくない？え、あるよ。だっておこちゃまはあんまりさ、キクラゲ食べれなくない？あんま好きな子供見たことない。私食べれないです、キクラゲ。美味しいです。やっぱマーラタンからしか得られないこの気持ち、感情、なんて言うんですかね、美味しさ、とてつもないです。ミミー、やばい、ワンタン発見。食べていい？いただきます。うん、おいしい。今日生きててよかった、今日生きててよかった。おいしい。うん、軽く涙が出るぐらいには美味しいです。マジで美味しい。マジでマーラータン食べたことない人、絶対絶対食べてください。でも鈴香ちゃん辛いの好きだから、そう、私辛いの得意、しかも鈴香ちゃん得意なんで、私は得意かはちょっと微妙だけど、だから食の趣味が合いますね。だから今日ニコニコで見て、美味しそうでしょ。マーラータン屋の前通り過ぎたことしかない。マジで美味しいよ。どの店が美味しい？私今日チーパーマーラータンってとこなの。これは火鍋っぽい。結構ストレートな感じ。私結構チーパーマーラータンの春雨が好きで、最近チーパーマーラータン好きかも。うん、チーパーマーラータンの方が健康的です。洋服行くと余計なものいっぱい取っちゃう。あと麺の種類もめっちゃいっぱいあるんで、両国服なんか刀削麺とか、なんかとうもろこし麺とか、なんかいろんな麺あるんで、それ取っちゃいがち。そう、今度でも浅井鈴鹿ちゃんと食べに行こうって言ったから食べに行ってくる。浅井ボール混んでてさ、なかなかいいお店見つからない。で、私の一押しのトマト発見。マジでマーラータンにトマトめっちゃ美味しいんで、おすすめ。でもなんか鈴香ちゃんが今日ね、玉ねぎ入れててゲって顔しちゃった。玉ねぎいつになっても食べれない。パクチーいっぱい入れたら美味しそうだね。パクチー好き、パクチー大好き。ネギ系しんどいよね、私苦手だわ。さつまいも入れたんだけど見つからない。やばい、ヤングコーン大好き。あいた、さつまいも。なんか美味しそうなさつまいもだったんだけど、シルクスイートって書いてあった。見て、さつまいも。ね、マーラータンに芋系はめっちゃおすすめ。甘くて美味しい。今日行ったところはブロッコリーなかったけど、ブロッコリーめっちゃおすすめです。うん、17日連続やったー。
じゃあ20分になったら終わるね。もうねこれ以上やってマーラータンの話しかひなちゃんできないわ。もう今脳が今なんかマーラなんかさ脳みそのさ頭の中の絵面あるじゃないですか。よくもうマーラータン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 で今埋まってる完全に頭が。マーラータンしか考えられない。いやでも今回はブーム続きそう。ひなちゃんマーラータン寒いし。暑いです。なんかでも最近辛さに慣れてきた。写真会買ったよ。あ嬉しい待ってます。写メ会も待ってます。私バイキングライズゲームスマホゲーム今対決してるやつね、あの多分めっちゃやるからみんなぜひ参加してね。チャットもなんかできるっぽいのでチャットもいっぱいコメントします。いっぱい喋ろうね頑張ろうね。結構私も頑張ってるから一緒に頑張りましょう。美味しいです。本当になんか今日は煮からなんですけど慣れました。慣れた。なんか前までも鼻水だらだら汗だらだらで食べてたけど慣れた。いける。うん、ね、今日のさリミスタでさガンデームのスケジュールカレンダーみたいな画像あったじゃないですか。あれめっちゃわかりやすくない？すごいわかりやすくてさ、私もありがたって言いそうになった。めっちゃわかりやすかった。てかインストアイベントめっちゃ楽しみです。滋賀と西宮どっち先言っていいのかな。滋賀これ先です。辛いわ。でも楽しみにしてます。どっちも。から。辛いです。四角い炊いて出てた。おお、炊いて出てたか。じゃあいいのか。新宿のタワレコめっちゃ。乾燥して暑いから水持っていくんだ。持っていく。もちろんいっぱい飲むね。ありがとう。インストアイベントぜひみんな来てください。どんな感じかわかんないけどめっちゃ楽しみにしてます。パフォーマンスもするのかな。なんかポニーテール好評でもポニーテールさ写真撮ったら前から見えなくてでもめっちゃ好評だから今度やります。イエーイ。じゃあそろそろランキング読みます。13位、読めない。イクバルランルネット。これは
すごい外国の方かな。ありがとうございます。12位マクフライさん、ありがとうございます。11位ひなのに食べられたいマーラーチュックンさん、あ、ダメ食べない、ありがとうございます。10位うさやさん、ありがとうございます。9位ジロリンさん、ありがとうございます。8位スロキチさん、ありがとうございます。8位7位ハヤリンゴさん、ありがとうございます。6位ももちゃん、ありがとうございます。5位ツナちゃん、ありがとうございます。4位ももの旦那さん、ありがとうございます。3位356たけさん、ありがとうございます。2位ガンバレッドさん、レッドレッド、ありがとうございます。2位だよね今の。1位ひげの水さん、ありがとうございます。嬉しいです。皆さん本日もありがとうございました。配信をそうです終えてマーラータンをごゆっくり味わって本気出してきます。この後実はアンレイムでみんなで通話するんだ。いいでしょう、いいでしょう、仲良しなんだ。またねバイバーイ。スクショしよう、いいよスクショして。バイバーイ。マーラータン一生懸命食べてきます。今日も配信見てくれてありがとう。